ホリエモンチャンネル。はい、皆さん楽しんでますでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。だんだん人数増えてきたね。増えてきましたね、朝はね。はい、ということで怒涛のトークショーの続きをやっていきたいと思うんですが、はい、ここでですね、トークショーをしながら私がですね、堀江さんと一緒にやらせていただいております、うん、堀江門チャンネルの収録も、公開収録も、はい、同時に公開収録としてやっていきたいと思います。はい、ホリエモンチャンネル。はい、ということで堀江さん、はい、YouTube の撮影もありますので、まずはいつも通り自己紹介をしてください。はい、皆さんこんにちは、ホリエモン祭り、堀江貴文です。はい、はい、ということでですね、居酒屋ホリエモンチャンネルの公開収録を行っていきたいと思います。私たちと本日お話ししてくださるゲストをご紹介したいと思います。学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話の著者で坪田塾塾長の坪田信孝さんです。こんにちは、坪田信孝です。よろしくお願いします。お願いします。これ出たかったんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そして先ほどは人狼でも頑張ってくださいました。講談社時代にはバガボンドやドラゴン桜、働きマンなどを編集担当し、現在株式会社コルク代表取締役の佐渡島洋平さんです。コルクの佐渡島です。よろしくです。よろしくお願いします。そして、はい、そうなんです、今回ですね、まあ、節分がテーマでホリエモン祭りをやっているということで、はい、堀恵方巻き、これですね、はい、というものがですね、うん、堀江さんがこれ作ったんですか。僕が作ったわけじゃないんですけどあの寿司職人肌野由樹さんっていう、まあ、はい、麻布十番にあるちゃんとしたお寿司屋さんね、はい、がなんか僕が堀江門祭りやるから誰か来てって言ったら、俺寿司あの恵方巻きやりますって言って、でいつの間にか堀恵方巻きってよくわかんない名前になっていて、かわいいですよね。はい、僕の方を向いて食べるという、はい、じゃあちょっとよろしければですね、はい、あの堀江さんの方を向いて恵方巻きをせっかくなのでみんなで食べれたらなと思います。なんかシュールやなこれこれ画面で断面見れますかね。どのカメラかが抜いてくれるかな。本当あの喋っちゃダメなんですけど、抜けないね。あのなんだ、あん肝が入ってるんですよね、うんうん、ね、すごく豪華なんですよ。じゃあ今日は、ね、はい、お二方がいらっしゃるということで、はい、最近佐渡島くんは最近子供が小学校に入る。そうなんですよ、今度の4月から小学校入るんですけど、で嫁がその説明会行ってきたんですよ。はいはいはい、で説明会行ってきていろいろ資料を渡されてきたんですけど、はい、やっぱり多分堀江さんにしても坪田さんにしても僕にしても、その僕らが学校の時、小学校の時とかって、まあ、すごく楽しい場所ではなかったですけど、世間と学校が完全に感覚がずれてるってことはそこまで感じなかったと思うのが、うん、今は世間の変化が早いからなんか恐ろしく取り残されてる感じで。なるほど。もう例えばどういうところが。まず学校を休む場合に、うん、親が8時から8時半の間にその休みますっていう紙を持ってかないといけない。え、親がですか。え、親が投稿してってことですか。そうです。うわ、だから電話じゃダメなの。電話も LINE もファックスも全部ダメなんですよ、メールも。だから共働きだったらどうすんだよっていう文書のみ、文書を持ってかないといけないんですよ、まず学校に。それもむちゃくちゃハードル高いですけど、うん、なんか筆箱も黒でこういう風に開けれるやつで、鉛筆は4本しか入れちゃダメで、うん、それで1本赤鉛筆にして、消しゴムは消しゴムのなんか紙のところと中身とのここに名前を書きなさいって、名前の書く場所まで全部ルールが決まっててそれで本当に何かちょっと破るとすぐなんか没収とかなんかそういうのが待ってるルールが山のようにあって、なんか僕もこんなとこ子供行かせたらなんかえらいことになっちゃうんじゃないかなと思って。あれなんじゃないですか、クレーマーの親に対応するためにどんどんルールが厳しくなっていった例じゃないですか。そうですよね、僕もあの世の中ってどんどんその厳罰化の方向になっていて、うんうん、あのちょっとでも油断するとどんどんルール厳しくされて、
あの誰も文句が言えないような社会にだんだんなっていくんですけど、うん、やっぱ社会の場合は、ね、ものすごく大きなコミュニティというか何千万人何億人という人たちが監視をしてるんであれですけど、うん、学校ってね、はい、めちゃくちゃ閉じられた世界じゃないですか、うん、だからそういう風になっちゃうのかなっていう風に思ったんです。そう思います。だからなんか先生たちが今の社会の、うん、その情報の取り方とかあり方とかを多分全然知らないだろうから何か問題が起きた時に取る対応とかルールの作り方とかがもう全くおかしな方向行っちゃってるんだろうなと思って、うん、いや正直でもおっしゃる通りで明らかにおかしいんですけど、ただあの学校の先生たちが悪いわけじゃないんだなって僕は最近すごく思ってて、はいはい、なんか学校のシステムがそもそも間違ってるから、その中で学校の先生たちがどう動こうとしても必ずそっちの方に行ってしまうっていう風になってるのかなっていうのを、ルールが決まってるから、うん、そうだって結局彼らがやってる仕事ってほとんど何かっていうと、もう教育委員会と校長先生への報告書っていうのをアホみたいに作らなくちゃいけなくて。本日の居酒屋ホリエモンチャンネルはここまで。今回はホリエモン祭りで各業界で活躍されている方にお話を伺いました。ビリギャルの著者坪田信孝さんと宇宙兄弟など人気漫画の編集などを務めていた佐渡島洋平さん、東京都議会議員音喜多駿さんと起業家家入一馬さん、そして選挙プランナー松田薫さん、最後は幻冬舎代表取締役健城徹さん、皆さんの活躍にぜひ注目してみてください。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。どう？